中鉄北部バス株式会社は、岡山県津山市を中心に路線を広げているバス、事業者である。中鉄バスの子会社である。2008年11月1日に中鉄バスから同社、津山営業所の分離上渡を受け、同日から中鉄バスから、同営業所が担当する全路線の運行を引き継いで、営業を開始した。車両、営業所の土地や建物は、 親会社が対応し、管理部門の業務は新会社へは、設置を行わず、親会社が担当する。先に分社化された、中鉄未まさかバス、総社バスとは異なり、同営業所が、親会社からの分社後もサービスを維持させるため、岡山県共通バスカード、中鉄バス専用バスカードが使用可能。親会社の中鉄バスでは2021年12月31日を、 もって、バスカードの利用を終了する予定であるが、中鉄北部バスでは引き続き利用可能となる。スルッと関西協議会に加盟しているが、ヘルカピタパは導入していない。津山駅前、バスセンターにて撮影岡山勝山線湯原温泉、勝山、落合大阪線岡山エクスプレスツ、3号路線バス国道五十三号に沿う路線。津山駅行方間は一時間に一本。 程度運行される観戦である。また、行方から、うまくわまは、朝の上り便と夕方の下り便のみの運行である。ため、津山方面からその日のうちに、バスでうまくわまで往復することはできない。奥津振興センター前から昭山口間、石割桜奥津温泉奥津公民建前間は、フリー上航区間。羽橋吉しヶ原間は、フリー上航区間。 土日祝日、津山市立高陽小学校休校日は運休。矢田にした高田下宇根間は、フリー上校区間。西山方西田返変は、フリー上校区間。高田経由は、土日祝日、津山市立高田小学校休校日は運休。東山方から上横の間は、フリー上校区間。中鉄北部バスでは、ゴンゴバスの全線を、津山市より。 鏡のコミュニティバスを鏡の町より委託され運行している。詳細は、ゴンゴバスを参照されたい。2019年10月1日より毎日運行開始。丸中印象店、または、プラント号で、津山市、コミュニティバス、ゴンゴ西巡管線に接続。鏡の町からの補助金の交付を受けて運行され、全区間200円均一。 親会社中鉄バス同様に、自社導入者は、日野自動車製をメインに導入しているが、中古導入により、三菱不走いすず自動車、日産ディーゼル製も保有する。中鉄バスから転属してきた車両も多い。一般路線、コミュニティバス、高速バスハット AB 中鉄北部バス株式、会社決算広告津山岡山間は、 親会社の中鉄バスがかつて一般路線バス路線を開設していて、本路線は2003年8月1日に中鉄バスがこの路線を廃止して以来約10年ぶりの路線復活であった。ありがとうございます。